京都この美女対談60回目になります。6月17日土曜日です。さあ今月のマンスリーゲストは、皆さんこんばんは。私の名前は白木、どうも白木です。いやー雪男さんありがとうございます。先週ね、私がそのね、あの全部言わないでくれっつって、振ってくれっつって言ったら、もう本当にね素直にやってくださってありがとうございます。今日私誕生日なんですよ。あ、ちょっと雪男さん55歳の誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。じゃあちょっと歌でも歌いますか。いやいやいいです、10分しかないんで。え、10分しかなくて歌いましょうよ。これ60回目じゃなくて55回目だったらよかったな。55で、いやもうどうでもいいですよそんなの。55でしょ。55で、55歳で今年も頑張っていきましょうよ。ね、頑張りましょう。555で。555なんですけど、はい、いろいろとどうして芸人になったか、今までで、はい、嬉しかった仕事なんて話を聞いてきたんですけど、はい、今週から後半戦になります。後半戦。この美女対談、はい、恋愛の番組です。恋愛の番組だったんですね。そうです。まあ美女が出るってことはそういうことですよね。そうです。はい。聞きたいです。で、今週のテーマは、はい、白木さんの初恋の話。初恋の話。いいですね。本当にね、みんなね、ちょっとなんで聞かなきゃいけねえんだっていう気持ちにはなってると思いますが、あね、まあ、私にも初恋があったんでね。あなたのファン、うん、多分日本中結構いると思いますよ。本当ですか？それでいますか、ね、うん、結構聞きたいって人いると思う。ちゃんとね話しといた方がいい。話さない話っていうのは。それでそのまたファンの人が心温かくなって夜土曜日の日曜日迎えた時に嬉しくなる可能性もあるんだから。そうですね。どいくつだった初恋。いやでも私それが初恋っていくつかよくわかんないんですけれども、うん、私小学校1年生の時にあの当時ってなんかその友達となんか共有したいみたいなのがあったんですよ。何それ、共有。共有だから友達と何でも一緒がいいっていう、なんか私の感覚は謎だったんですけれども、だから好きな人も、うん、あの同じ人誰々ちゃん、あの誰好きな人みたいな感じで好きな人も共有しときたいって思ってたんですよ。そういう気持ちか。いや不思議なんですよ。今だったら絶対嫌じゃないですか。友達と一緒とかライバルになるってことでしょ、うん、それが全く分かってなかったんで、なんか当時は好きな人私も作んなきゃと思って、うん、誰好きな人にしようって思って、うん、なんかその時友達と決めた好きな人が一応初恋に、あでも初恋ではないな、そのドキドキを知らなかった頃ですね。いやだからここ来る方で大体初恋だと幼稚園とかでやっぱり好きだったと、うん、でとか小学3年生とかで、うん、一人だけだね今でも付き合いがあるって人いたら、友達で連絡取り合ってる初恋の人と、大抵みんな分からないと、うん、名前だけ覚えてて、そうそうそう、中学の時のサッカー部の先輩とかそういうのだけど、うんうん、その小学校とか中学校、うん、まあ、中学くらいになると、うん、目覚めるじゃね生に、うん、でその時誰かいなかったの。でもドキドキしたっていうと小学校3年生の頃なのかなっていう、うん、刃笑った時に刃が見えるキラッと光る男の子がいたんですよ、うん、何それ、サッカー部とかサッカー上手かったとか。いやサッカー部とかじゃない、小学生なんでその部活も何もない感じの同じクラスの男の子、うん、家が近所だったとかそういうの。いや家近、いや近所が理由で好きになるとかないじゃない、同じクラスの子ですよ。いやいや一緒に帰れるとかさ。いや全然ですよ。でもその子名前覚えてる。覚えてますよ、溝口くんっていう男の子。下の名前も、まあ、言わなくていいけど、いやなんでそのなフルネームで言わなきゃいけない。いやいやいや。その人のプライベートあるのに、プライバシーがあるのに。忘れて忘れないでよ。今番組俺も一瞬、あいいわったので、そう言おうとして、あそういえばプライバシーがあるわと思って。ダメよ。ダメよ。かわいそうに、私の初恋の人ってなったらかわいそうですよ。それはそれで、はい。いやそんなことないよ。いやでも本当に最初のドキドキ好きだった子って言われると、突き詰めるとその子なのかもしれないですけど、別にその何年間も好きだったとかじゃないから、うん、ちょこっと好きだったの、はい、だけど一番最初にこれプライベートの話になっちゃうけど、うん、男性とお付き合いしたのっていつ。二十歳なんですよ。あでも普通じゃない、はい、普通ですか。ちょっと早い子っているけど、うん、
いやだから私は高校になったら付き合えると思ってたんですよ、うん、告白されたりとかなんか。あと小学校の頃面白かったみたいで。いや今も面白いですよ十分あの小学校の頃モテたんですよ。一番のピークは小学生の頃だったんですよ私本当に。でラブレターをもらって、うん、で私当時マセガキになりたくなかったんですよ、うん、本当に、うん、マセガキが嫌いだったので、うん、だからそのラブレターもらったけど付き合うとかそのね彼氏彼女とかも信じられないと思ってたんで、うん、告白されたの嬉しかったんですけど、こういうなんか付き合っちゃいなよみたいな感じのがもう嫌で嫌でしょうがなくって、その子にすごいかわいそうなこと言っちゃったんですよ。その丸坊主の男の子だったんですけど、うん、その子からラブレターもらって、うん、もうなんか付き合っちゃいよって言われて、私はハゲが嫌いって言って、今だったら問題になるような言葉を坊主の男の子に言っちゃいまして、ただ私はもうそれが嫌だっただけで、ハゲが嫌いってことじゃないんですよ。ただそうやってあのね、もうやややや言われるのが嫌だったから言っちゃったっていう、本当にあの彼には申し訳ないことしたなっていう。じゃあフルネームで謝ろうかプライバシーがあるからそう。でも本当にその子は別に嫌いでもなかったし、うん、そうあれだったんですけど申し訳ないことした。でも子供たちってそういうのがみんなしょうがないよ、うん、そう、うん、そしたら私本当に高校になったらすぐ付き合えると思ってたらね、ねえ、もうあの時付き合ってればよかったって私本当に後悔しましたから。だったらもうね、二十歳までまさか彼氏ができないと思わなかったから。いや当時はね。だけどその高校の時ってちょっとなんか変わるから、うん、みんな意識が、うん、そう中学生の頃が一番ね面白くない時期だったんですよ、思春期で。本当思春期の頃って全然面白くない、自分が本当に しょうがないそれは。意識しちゃって、だってしょうがない、全然面白くなかった。それは世の中と、はい、そっからだって始まるわけじゃない、うん、社会との接点で。そうですね。で中学生って大人だからね、うんうん、小学生よりももう、ね、そうですね。なんつったらいいの、もう大人の階段踏み始めてるから、うん、そうなるとやっぱ意識するよ。あの中学時代が一番面白くなかったですね私は。いい小学生の頃の私は面白かったんです。で20歳ぐらいの時面白かったんでしょ。20歳のぐらいの頃も面白かったですね。でしょ。いや分かんない。いやだ面白かった、ね、いや分かんないですけれどもね、はい、まあまああなたの初恋からね、初めての付き合った人の年齢までね。そう初恋で、まあじゃあ初恋は小学生、うん、3年生ぐらいのその刃の子か。うん、いやそんな興味ないでしょ本当に。そんな細かく言ってるけど。そんなお前、いやもう聞くのが仕事なんだから。聞くの仕事で、初恋以外、いやもうそれ以外から脱線した話でもいいでしょ初恋。もう今だ、初恋で行こうよ。もう一回確認するって、確認作業いらないでしょ。いやいるだろう。いらないですよ本当に。聞いてて初恋だって、初恋とかね。いやってあなたの初恋聞きたい人いるって。いないいない、本当に俺聞きたかったもん。嘘ばっかり言って、いやそうやって嘘ばっかり言って。二十歳の時の人も聞いてよかったし、初恋の刃の子もよかった。初恋、いやでもね、だからファーストキスも二十歳なんですけれども。いいじゃねえかよ。でその時私本当に憧れてたんですよ、ファーストキスに関するもう願望。もうファーストキスは、うん、あのレモンの味だとか、もう憧れはすっごいなってたんですけど、うん、初めてキスした時、うん、彼に何て言われたと思います。私何て言われたの。あの君の唇肛門みたいだねって言われたんですよ最低じゃないですか。下から見てきたんじゃないだろうな、そいつ。いやギューってしてたんですよ、だからうんって。いいじゃねえかよな、いきなりファーストキスよ。ファーストキスなのにそんなことしてこようとしないでと思ってギューって閉じてたら、もう肛門みたいだねって言われて。失礼だそれは。失礼な話よ本当に、ね、まあ、まあ懐かしい、はい、よかったよファーストキスまで話してくれたか。そうですね、もう本当にね、土曜の夜の10時って感じだったな。はい、いい感じになりました。来週なんですけど、はい、最後になってしまいます。もっともっと8週ぐらい出てほしいなっていうので、はい、もう、はい、そうですね。男性のどんなところに惹かれるのか、女性は。はい、以上、ね、いいですね、これをちょっと聞きたいなと思いますんで、来週またよろしくお願いいたしますって形です。お願いします。いや楽しかった。いやこちらこそです。ファーストキスが俺も思い出したな。言わなくて大丈夫ですよ。はい、言いません。また来週、グッドナイト。おやすみなさい。